よし。おいーす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 。おはようございます。カットやん、カット。チース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 。新年明けました、チース。はい、新年チース。今日は何でしょうか。親方。ハウス資材を購入というか、させていただいたんですけど、解体。はい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 。していきます。解体。みんなでじゃあ今日は一日、はい、みんなに協力いただいてやります。またです。今から作業始まります。はい、始めまーす。頑張りましょう。やっぱこうやって食べて一個ずつこうやって入れていく。生えても分かっとったかお前。非常に今って気がつけばでこうやって、はい、で10本ぐらいこうまとめて輪ゴムはここにはめとくの、はい、10本ぐらいでこうやってまとめて10本でこうやって、はい、ここら辺に置いてくの。わかりました。じゃあ回収していきます、はい、よし輪ゴムをもらおう。またこの外葉ずーっと持ってって、はい、外して、はい、置いていき、はい、全部やれ。はい、頑張ってください。誰？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 役割分担でやってる。まあ、こうしてこうしてこうして。その後これが、これが。ああ、すごい。すいません、俺も崩すの初めてなんですけど、何すればいいですかね。まあ、とりあえず撮影しよう。はい、わかりました。これは一日撮影かな今日。今日寒くないけんいいね。これは4パ6境界入りの斜めのタイプのハウス。これを、来年さとちゃんが使う予定です。さとしさんこれ何メーターですか。50が2棟、50メーター2棟今日解体します。撮影してくれる人もっと楽です。楽っしょ。楽撮影一人ですと大変だけ。大変だね。一人でドリフトせなんけん。やっぱね、正月はね。なんか撮影こうやって元気ね。なかなか気を使う期間になりますね。こうやって、まあ、初期投資の抑えるために、はい、こういう中古資材を購入して、はい、あの新規収納は立てる。ああ、なるほどですね。初期投資がこうぐんと抑えられるけ、新品よりも安く抑えられて。今回のは佐藤ちゃん。佐藤ちゃんが、はい、あの購入じゃないけど譲っていただいた。ああ。この人が大体阿蘇のトマトをこうずっと支えてきてくれた人。ベテランさん。ベテランさん。うん、そうやってやっぱこう近寄っていくと意外と。入りにくいじゃん。そうですね、はいはい、ベテランのお母さんが意外とこう話しかけたりすると意外とこう可愛がってくれるもん。あ、ウェルカムです、ね、そう、はい、ただお互いがこうなんちゅうかな、牽制っちゅうかね、気遣いやってるじゃないけど近づかんだけで、うんうん、意外とこう行けばよくしてくれる。そうですよね、お母さんってね、うん、最初はなんか喋りにくいなとか思ったりもするけど、飲みに行きましょうとか、そう、ね、出たいいぞとか言ってくれるもんね。絶対嬉しいはずですからね。そうそうそう、それからこうやってなハウスが余るけん持って行けとか、そういう繋がりがある。そうそうそう、なんか湯の時もそうやん。あ、そうですね、うん、僕もの時 も自己取材で建てたけん必
かなり安く初期投資が、うん、初期投資が抑えられてるね。親方。え？何？何言いないですよ。うん、何の作業ですかこれは。ですね、なんていうかな、直管が間口に固定されてるので、あ、この横の、はい、がこのつま面のこのアーチに固定されているので、それを外しておかないと直管の十字バンドを外しても直管が取れないっていう作業がしづらくなるので、ちょっとこういうちっちゃい部材が結構時間かかったりするんですもんね。そうですね、で大体これですね、中古の部品を購入させていただいているので、物によっては錆びてて、ネジが切れてしまったりとかも、回らんかったりとかですね。はい、なんで、こういう時、まあ、556を一缶買っとくと良かったりしますかね。そうですね、一応持ってきてはいますけど、そういうのも考慮しておくと、まあ多少手間はかかったりするけど、その分部品代を浮かせたりにはつながります、ね。この1個の部品がやっぱ何百円とかしたりするのはありますもんね。何百円がいくつも必要なんで、かなりの額に、ね、気づくと結構な額使ってるっていうこともあります。いいっすね、カジャンバー来て。いや、カジャンバーじゃないです。全然あ、おめでとうございます、明けまして。あ、明けましょう、明けましょう。じゃあどうしましょう。いつも喋ることに困る。そうっすね、今日はあんま寒くないけんね。そうっすね、今日はあんま寒くないな。え、あ、ちょっと今ね、雨が降り出したっすね、ちょっとね。ちょっと雨が、リスナーさんに喋りかけたら雨男っすね。雨男っすね。朝来た時だって日が出そうやったけん大丈夫か思ったっす。ちょっと曇ってきたな。曇ってきたっすね。まあまあ、やれるとこまでやるんすね。そうっすね。まあ、わかりやすい方がいいんで。収納のこう人たち、今から農業をこう目指す人たちがどれだけお金がかかって、そうですね、どれだけの資金がいるのかとか、そうですね、融資がどういうのがあるのかとか、そういうのもちょっと後から取ろうか。そうですね、紹介じゃないけど、一番新しいの知ってるのはお前だけ。そうですね、うん、覚え、まあ、流れと、あ、そうですね、はい、それを覚えとる限り、説明をしましょうか。このやっぱこのなんですか、この拡充、拡充のこの買いたい時間かかるんですよね。そうでもない。まあ、作り方にも、今これは扉がついてるところの扉を解体したりもしてるので、ここね、やっぱもうこのビニペットとかこういう拡張がいっぱいあるんですよ。まあ、どんな作りかで、いや、これ逆、作るときはこれ大変ですよ。作るの面倒です。めちゃくちゃ時間かかるんですね、これ。それを押されて嬉しいのは安永さんです。おいおい。きつ、取られました今。やめてください。嬉しそうな顔して。抜けん？ああ、錆び取る、錆びて抜けん時とかもあるんですかね。回して回らん。回らんすね。回らん。もう一本あるんですよ。ああ、やっぱ。先なら取らない。近いね。錆び取っけんな。きつくもんね。ああ。つなぎ目がですね、ああ、もうダメ、うん、まあ、一応取っとって、はあ、なんか そうですね、なんかこれ以外で、そうああ、ダメだ、全部取れる、完璧にもう腐食してくっついてしまって、あ、折れた、もうやっぱ相当不利。
モでまとめてるの撮ったから。あ、撮ってない。だって撮っとく。あ、撮った撮った。次ハウス立てるときに。そうですね。このままコンテナとかガチャガチャまで焦がしたらもうついてくるもんね。大変大変だね。知恵の輪になる。そうそうそう。こうしとくと後が後の仕事が楽。ここから撮ってる。ああ、なるほど。犯罪者。なんか言えよ。なんか言え。はい、安永さんは今間口の解体。これは時間かかりましたね。時間かかりましたね。指までやっぱ疲れるですもんね。あの、死んでるのは挨拶したじゃん。あ、もうしたんじゃないですかね。あ、しないです。いや、しないです。あ、嘘。死んでるの挨拶したじゃん。安永さんファンも結構おるけん、やっぱエースだけエースだけエースだ。安永ファンの皆さん、ちょっと入ってください。安永ファンの皆さん。安永ファンの皆さん。次は次は。いや、違うよ。自分で考えてよ。安永ファンの皆さん、いつも応援ありがとうございます。今年では頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。直感の横直感、全てパイプバンド取って外した後はこのインチをですね、外していきます。まずは抜き方は無理ですよね。足を抜いて、片方は足を抜いて天井を抜くと、そう、一応言うやって、うん、せーの、抜いて、して上を抜くと、はい、で、こっち抜いたらこっち側は頭を抜いて足を抜くと、そういうことで、はい、で、言うちょっともう一回やって、これもう一回やってまずはこっち側を刺さってる場合は足から、うん、うん、開いた開いた開いたよっ開いたそしこれ何やけ、せーの、よしで、この辺勝てね、勝てやっぱ土によって違うもんね。土に、うん、で上抜いて、おで、おいしょ、よっしゃよっしゃだいたい1投終わった、は
大体11時、うん、早いな。まあ明日運んで、インチ運んで、4パ6を崩しながら、まあ、4パ6を崩しながらも積み込んで運ぶみたいな感じするけん、まあ、明日ある程度片付けて、こざこざはまたサトシが運ぶみたいな。こざこざはもう、昨日だけ運べると思う。うん、まあ、午前中、今日、まあ、2頭だけ、今日全部多分インチは終わってしまうけん、はい、うん、あとダンプバー下持ってきて、はい、運ぼう。はい、まあ、すごく助かってます。はい入会は、あ、ちょ、今年最初の挨拶だ。うどまあでも、サトシは挨拶しねえよね、みんな、みんなに。で、まあ、とりあえず今日はもう、だいぶし、全国の皆さんに締めていただければね。親方だけ、全国の皆さん、安永くんじゃなくてごめんなさい。みんなの力でものすごく助かってます。いい仲間がいるといい仕事ができます。以上です。農業団地チャンネル登録ありがとうございます。お願いします。トマトもうまいよ。いただきました。よっしゃ。